ヘロディス・アッティコス音楽堂は、ギリシャアテネのアテナイのアクロポリス南西6にある屋外音楽堂、劇場のこと。161年にギリシア人の貴族で、ローマの原動員議員であったヘロディス・アッティコスが、妻のアスパシア・アニアリジラを忍んで建設した施設で、アクロポリスの南西斜面を利用して建てられている。古代のアテナイで、ベリクレスの音楽堂、 アグリッパの音楽堂に続く三つ目の音楽堂であった。劇場の正面は三列の列中路で、この部分の屋根は高価なレバノン杉で覆われていた。劇場は主に音楽の演奏会で用いられ、白大理石で作られた32列の客席の収容人員は約5000名であった。音楽堂は267年にヘルウル族の侵入により破壊された。 1950年代にペンテリアマさんの代理席を用いて観客席と舞台部分の改修が行われ、それ以降アテネフェスティバルのコンサート会場として使われている。1973年にはアメリカ国外で初めて開かれたミスユニバース世界大会の会場となった。 abhttp コロンスラッシュスラッシュオデッセウスドットカルチャードット g r スラッシュ h スラッシュ2スラッシュ eh251.jsp アブッチ id イコール6622オデオンオブヘアーデスアティカス http シティオブアテネ .com アテネヘロジオンシアターオデオンオブヘアーデスアティカスエンシェントシアターズ140 html ありがとうございます